ミハイル・グロモフ、ミハイル・ミハイロビチ・グロモフは、ソビエト連邦のパイロットである。ツポレフの多発機のテスト飛行を行い、長距離飛行の多くの記録を残した。トベリに生まれた。1918年に赤軍に入隊し、モスクワ航空学校で、パイロットの訓練を受けた。その後、スイエル・パッカフ教官などを務めた。1925年にツポレフアンとマイナス3で、 モスクワと北京の間の7 0 0 0トルの長距離飛行を行った。翌年同型の機体で、モスクワ・パリ・ローマ・ウィーン・ワルシャワを飛行し、モスクワに戻る7 1 5 0トルを超える飛行を行った。1929年には、アントマイナス9で、西ヨーロッパを越えてマルセイまでの飛行を行った。1934年に、アントマイナス25で12411。 キロメートルの無着陸飛行記録を樹立し、1937年にモスクワからシベリア、北極を越え、アメリカ合衆国カリフォルニア州の3、ジャシントまでの1148キロメートルの飛行に成功した。登場したクルーは、アンドレイ・ユマシェブとセルゲイ・ダンリーンであった。この飛行により、レーニン賞を受賞し、航空機、エンジンを開発する教授に任じられ、 国際航空連盟からデラボー賞を受賞した。1937年から教授として働き、1940年から第二次世界大戦まで MM グロモフ記念航空研究所のリーダーであった。第二次世界大戦中はソ連空軍の養殖を務め、戦後は航空省で働いた。ソ連邦英雄4回の礼人賞などを受賞した。ありがとうございます。